はい、どうも長坂レモンです。はい、久々にイベントが来ましたよということで、はい、禁止解除ヒストリックですね。はい、ヒストリックっていうのがね、そもそもアリーナにあるカードもうほぼ全部使えますよっていうフォーマットなんですけど、まあやっぱりその中でもね、禁止カードっていう枠組みはしっかりとありますよと。はい、歴代ね、暴れ散らかしたイカレカードたちが、オンパレードみたいな、とんでもない環境ではあるんですけど、はい、それ以外にもね、実はヒストリックの禁止カードって、めちゃくちゃに暴れて禁止になったオーコだったりとか、あとこいつですね、ティボルトの計略みたいな、このイラストにもあるよね。はい、もうクソデッキだったんですけど、ティボルトの計略みたいな、デッキだけじゃなくて、他にもいくつかあって、そのいくつかのパターンが、例えば、ミスティカルアーカイブだったりとか、設計図枠とかですかね、みたいな、カードのセットに入ってた特殊枠が出てくるカードのうちも、いくつか禁止カードになってるやつらがいるんですよね。はい、というわけで、禁止カードになってるやつらがもういくらでも使えて、これ実は未所持のカードも全部使えるんで、ぜひとも遊んでほしいんですけど、アリーナに不正入国している激ヤバイカレカードのその一角をね、ご紹介しようかなと思います。はい、というわけで、見てください、このデッキもういかつすぎるような見た目な気がするんですけど、はい、実はですね、現環境、全ての環境において今の環境ですかね、スタンダード、パイオニア、レガシー、モダンとかですかね。で、4枚使い試しがない、激ヤバカードがいくつかいます。はい。チャネル、悪魔の教授さ、ヴィンテージ含めてですね。はい。になります。はい。特にチャネルですね。見てください、この日本絵のイラスト。可愛らしいですね。はい。可愛らしいイラストなんですけど、このカードね、緑で、緑のソーサリーで、ターン終了時まであなたが能力を起動できるときならいつでも使用できて、自分は1点ライフを払うと無色を加えるを選んでもよいということで、はい、このカードなんですけど、無色加えてもいいと。で、当時ね、このカードが出た背景というか、このカードが出た時ってもう本当に最初の方なんですけど、無色のカードがそんな強くなかったんですよね。せいぜいちょっと強めのアーティファクトが出るかなぐらいだったんですが、時は令和、そこからね、いろんな追加カードがいっぱい来ましたよと。はい、カーンとウラモグとエムラクールですね。はい、こいつら無色のカードでイカれている、とんでもないイカれたやつらばっかなんですけど、はい、それをチャンネルから、高速で出してあげると相手が死にます。はい、稲同じに相手が死にます。終わってます。はい、で、そこ以外にもね、禁止カードがいっぱいあって、まずね、チャネルは禁止カードだったんですよ。これはいいとして、エムラクールも実はスタンダードで禁止されてます。はい、なんかミッドレンジとかコントロールのフィーチャーが全部これになったみたいな、そんな話ですね。はい、で、そこ以外の禁止カードで言うと、悪魔の教授者、このカードもレガシーとかでも禁止になってます。2万のサーチはダメなんですよね、っていう話。で、禁止になってますよ。ヴィンテージも制限ですね。うん。で、昔ですね。このカードは、モダンまでかな、スタンダード、パイオニア、モダンまでは禁止なのかな、レガシーどうでしたっけ、忘れましたけど。はい。で、禁止と。はい。当たり前ですね。で、そこ以外にも、これ、ミスティカルアーカイブっていうね、スペルが出てきた。いろんな昔のめちゃくちゃ強いスペルが入ってますよ、みたいなセットであったんですけど、そこから日英の、コジレックの神門っていう、1マナハンデスとデュレスですね。はい。で、さらに、アルケミーのイカレパワーカードチーム結成。はい、このカード、悪魔の教授者と似てるんですけど、黒緑でデッキの上から3分の1めくって、その中が好きなカード1枚回収っていうね。はい、ほんまにみたいな、そんな感じの、カードになります。こんなね、イカレパワーカードをさらに、土地基盤がバカみたいに優秀で、はい、ファストランド、ショックランド、ペインランド、両面小道にキャノピーランドですね。で、マナコンファレンスと、マナコンフリクトですね。もう黒緑が出る土地しかないと。もうチャネルを2ターン目に打ってくれっていうね、基盤がもう全部揃ってますって感じですね。はい。そして、どうやって勝つのかっていうのは試合の方見てってもらった方がめちゃくちゃ早いんですが、一番楽なのは裏向こうを投げることですね。2ターン目にチャネルから裏向こうを投げると相手の土地が吹き飛んで、勝ちます。はい。で、先手の場合の勝ち手なんですね。先手の場合は、カーンを使うと、チャネルカーンで、サイドボードから王神の立像を持ってきて相手のマナをはめつつ、気候の塗膜を持ってきて相手のマナをはめます。終わってます。はい。
まあそんな感じで先手でも後手でもゲームに勝つパターンがあるっていうね、まあイカれたパワーカードなので、はい、まあどんな感じで動くのかっていうのはね、ぜひとも試合の方を見てってほしいかなと思います。はい、というわけで本日このデッキ使ってイベントの方遊んできました。勝率 100% ですね。なんやかんや15戦ぐらいやったんですけど、全部まあ先手でも後手でも勝ってたんで終わってるデッキかなと思います。まあこのカードの禁止カードはないでしょうね。はい、対戦の方へどうぞ。はい、対戦よろしくお願いします。マリガンですね。先手チャネルカーンなんでキープです。はい、キープです。これはまあできればハンデスあたりが来ればね、初手で相手のやばいとこ抜いてカーンからスタートで勝てると思うんですけど、いやまあ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 2ターン目にチャネルカーンができるなら OK でしょう。はい、この激ヤバイカレデッキの一つなんで白、じゃあ一旦ね、一旦チャネルからカーン出しまして、で、カーンから持ってくるのが推しのリストですね。はい、勝ち確定です。 GG でした。はい、相手のコストが全部2重くなってるんで実像に対して相手触れないんですよね。で、じゃあそっから何するかっていうと、カーンから気候の塗幕持ってきて相手の土地を全部はめます。終わってますこのデッキ。はい、まあ何が終わってるかって言ったらこのチャンネルなんですけど、もう割れませんよ。いや一応母星樹とかね、なんかその辺のやつで割ろうと思ったらいけなくはないんですけど、いけなくはないんですけどね。はい、まあ一旦デュレスから入りますか。こちら、あーファイレクシアン、いいデッキですね。はい、非常にいいデッキなんですが、非常に悲しいことに、相手のアップキープにここの黒マナ寝かしておくと相手のマナが2しかない終わってます本当に。まあこっから先はもうやりたい放題の時間なんで、はい、まあ使えるのがインスタントだけなんですけど、チーム結成から入るか、なんか持ってくるかって言ったらちょっと怪しいんですけどね。対戦相手投了と、グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。これはチャネルラモグですね。キープしましょう。響きが邪悪すぎますね。いきなり一旦ご自身で相手の手札見ますか。ゼロマナ青パクトとかですかね。青パクトですね。チャネル抜いておきましょう。で赤緑でスクライランドまで入ってますね。珍しい。カンファレンス、まあ、一旦チャネルラモグでいきますか。はい、対戦で投了と。グッ、まあ、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。先手、これは、キープしたいですね。チャネルがあるんで、一旦ムカムカから入って、まあ、これなら、ファストランド持ってきてご自身から行きましょう。チャネルからスタートできるのが3ターン目ですね、これは。入念な栽培なんで、これは、メモラップ落としておきましょう。うん。まあ、一旦、ダリ中って、これだったら、裏モグが一番強いですね。うん。強いタイミング、弱いタイミング、いくつかあるんですけど、相手の土地がこれ2枚あるんですよね。2枚あるタイミングはチャネル裏マグがいっちゃん強いですね。はい、まあ先手2ターン目とかだったらね、カーンから持ってくるのがいっちゃん早いんですけどね。対戦で投了と。対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。まあ後手の場合は小自身みたいなこの手のやつ引いとかないと多分ゲームなんないので一応キープしましょうか。チーム結成からまあ次の動き持ってこれるんで一旦小自身から入りましょう。相手はゲートですかね。これはガチョウから落としていきましょう。珍しいですね。うん、あ、
終わりました。はい、どうしてこうなってしまったんでしょうか。開幕検討もつきません。対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。後手番ですけど、チャネルカーンラムグエルブラクール何でもありですね。で、相手がジェガンさんで、相手からチャネルが飛んでくることはありません。なんて嬉しいことなんでしょうか。ただカウンターパーミッションっぽいですね。これは置いてエンドかな。うん、相手のデッキ次第なんですけど、シンボルが一つなんですよね。青タンとかではなさそうなので、いやでもイゼフィニとかはできませんもんね。って考えると、まああんまりパターンとしては多くないのかなとは思います。黒緑の土地1枚引ければ3ターン目に、まあ個人チャンネルでいけるかなと思います。イゼットウィザードとかですかね。これはえーっと悲しいことになんですけど、一応ね、現環境というか、現ヒストリック禁止カード含めて、まあ、ゼロマーでカウンターできるカードっていうのは存在はします。存在はするんですけどね。はい、あ、これカンマイ出しちゃいましょう。うん、鼓膜拾っておきます。出します。終わりですこれは。はい、いやまあでもバーンダメージとかで結構死ぬイメージはあるんで、あ、これマーベルですね。うん、ティムールマーベルだと思います。まあ、とりあえず一旦そこの土地は割っときますか。これ次のターンでよかったですね、この塗膜置くの。ライフ2点結構大事だった気がします。とりあえず相手のライブラリー削りましょう。あー、まあやっぱりマーベルですね。うん、できれば黒土地引いてね、バーンダメージとか通さないようにしてあげるのが一番楽なんですけど、まあ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 、まあ、さすがにね。うん、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていただいたら分かる通りね、もうグッドゲームとは言えないようなイカれたパワーカード連打みたいなね、なんかチャンネルが結構ハンドに入りやすいっていうのは本当に良くないと思います。はい、本当に。というわけで、まあ終わってますね。はい、まあアリーナで一生解禁しないでいいかなとは思います。イラストめちゃくちゃ好きなんですけどね、このカード。あ、イラスト綺麗でめちゃくちゃ好きですし、まあデモ中とかもね、このカードも結構イラスト好きなんですけど、イラストは好きなんですけどね、はい、終わってるとは思いますね。はい、まあそこ以外にもね、昔々だったりとか、まあそもそもサーチが12枚入ってて、はい、クリーチャーサーチ含めて12枚入ってて、まあ初動のね、これミラーマッチした時に終わるんで、ハンデスがしっかり入ってるみたいな形なんですけど、本当に終わってる感じのデッキの一つかなと思います。まあまだまだね、禁止カードって言ったらいっぱいあるんですけど、例えばカウンタースペル、対抗呪文だったりとかも禁止カードですし、まあ今回は入れてませんけど、ナチュラルオーダーっていうね、あ、まあ自分のクリーチャーサクったら緑のクリーチャー何でもデッキから出せますよっていうカードだったりとか、その辺も禁止なんですけど、その辺も使えますし、ライトニングボルト、まあ、稲妻ですね。稲妻とかもまあその辺も使うことができるっていう、まあイカれた環境ではあるんで、はい、まだまだ遊べる気はするんですけど、まあそれはそうと、まあその他諸々ひっくるめてね、このデッキに勝てる要素っていうのはほぼないのかなと。まあカウンターとか連打すればなんとかなるんですけどね。うん、スペルピアスだったりとか、まあその辺のカウンターをたくさん使うみたいな動きで一応なんとかならなくはないんですけど、先手2ターン目の場合に本当に間に合わないみたいな、そんな感じの動きがあるんで、まあそれ含めても相当イカれたやばいデッキかなと思います。はい、でまあそもそもね、チャネル自体、まあこのカードですね、このカード自体ヴィンテージで1枚制限なんです。でその1枚制限な上でデッキが1つできてるんですよね。はい、まあそれぐらいイカれている、まあチャネルエムラクールっていうんですけど、まあそっちのエムラクールはね、こんな小細工をせずにエクストラターン取って滅殺6でぶん殴るっていうイカれたことをし始めるんで、まあもっと強いんですけど、まあそれができるぐらいには、まあ非常に強力なカードかなと思います。はい、まあ最初から禁止で良かったですねとしか言いようがないんですが、まあ今ね、イベント期間中、まあ好きなカードいくらでも使って遊ぶことができるっていうことで、まあ非常に面白いかどうかは、まあたまにあるね、エイプリルフールイベントみたいな感じで、まあ非常に面白いというか、まあたまにこういうね、大味なバトルするのもいいよなって思うぐらいではあると思うので、はい、まあぜひともね、いろんなカードを使って、まあ普通のね、デッキ試せるかどうかは怪しいんですけど、はい、こんなイカれたデッキがね、いっぱいある環境なんで、試せるかどうかは怪しいんですけど、はい、
まあ遊べるだけのスペック自体はあると思いますし、スペック？まああの全カード解禁ってことで遊べるだけ遊ぶことはできると思いますし、これ以外にも禁止カードっていっぱいあるんです。ウォーコ使ってみたいだったりとか、まあサンテフェとかも使えますしね、みたいな感じで本当にイカれた禁止カードみたいなのがいっぱいあるんで、まあこんなねチャンネルデモ中チャンネルチーム結成昔々カンウラムエムラクールみたいな、もうこんな金太郎飴もびっくりの、もうどっからでもね持っていける金太郎飴を切らずにそのまま持ってきましたみたいなデッキじゃなくても遊ぶこと自体はできると思いますし、まあチャンネルみたいなイカレ暴れカード以外でもしっかりと遊ぶことはできる環境だと思いますので、環境がまあいいかどうかって言われたら全くいいとは思いませんけど、はい、まあ面白いことはできると思いますので、よろしければ皆さんぜひ使ってみてはいかがでしょうか。というわけで本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。まあ、次回もよろしくお願いします。それでは。